群馬イズルは、オオバコかクワガタ相続の多年層。別名、マルバクワガタ。従来の分類体系であるシニエングラー体系、クロンキスト体系では、クワガタ相続は、ゴマの歯草かに含められていた。茎は地面を張って、長く伸び、節からげ根を出して広がる。葉は、ツル状の茎に耐性して2列に並び、葉芯は円形、または高大円形で、 長さ13から25ミリメートル、幅8から25ミリメートル、先端は丸く、虚子は細かな円筒、または二分頭で、傭兵はごく短い。葉質はやや厚く、表面に艶がある。花器は7から8月。地面を張った茎の溶液から長さ6から13センチメートルになる果樹が直立し、やや密に多数の花をつける。花柄は、 長さ1から1.5ミ、mm、リメートルになり、下軸とともに柔らかい線毛が生える。花柄の下に包容があり、線浄皮心型で花柄より少し長い。額は深く4列し、額列辺は狂乱形でやや尖り、単緑色で線毛が生える。下巻は、径約8ミリメートルで、ロート上昇形になり、4列し、青紫色になる。湯髄は2個、髄髄は1個ある。 果実は、果てとなり、東乱状大円形で平たく、長さ4から6ミリメートル、幅3から4ミリメートルで、先端はへこみ、円に、細かな線毛が生える。種子は扁平で多数ある。日本固有種。本州の浅間山付近、東ず山、滋賀高原、美しが原などの限られた場所に分布し、高地の日当たりの良い歴地に生育する。和明群舞鶴は、 群梅鶴の胃で果実の形が群梅に似ることと茎が鶴状になることによる。種商業の絵は明治初期の植物学者、小野つねまさへの懸命である。金縁種では、幾多種の西洋群梅鶴ベロニカオフィシナリスエルがある。本種はヨーロッパ原産で通常は観賞用、または薬用として栽培されているが、 岩手県くずまき町の牧草地脇で野生化したものが発見された。ありがとうございます。